皆さんこんにちは。こんにちは。湘南エイジェクリニック大阪院長の斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。はい。では早速本日のテーマは何でしょうか。はい。本日のテーマは AGA 治療薬と再生治療は同時に始めた方がいいの？です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、髪の治療っていうのはまず最初の1年間すごく重要ですよって言って、言ってます。はい。で、写真をね、こうやって撮りながら、治療開始から、経過を見ていくわけですけども、大体ね、1年間は、こう、ぐっと良くなっていく人が多いんですね。うん、で、逆に言うと、2年目以降で、なんか加えて、こうやって良くなる人はいないんで、うん、最初がすごく重要です。1年間ね。で、さっきの、ご質問ですけども、お薬はマストではなりません。はい、ね、AGA には、薬が必ず必要ですね。うん、で、成分で言うと、フィナステリドとミノキシディルが重要で、フィナステリドで悪い男性ホルモンを抑えて攻撃を弱めるんですよね。うん、で、ミノキシディルで毛根に血流アップして、で、もう一個大事なのが、ミノキシディルで毛根に成長因子が発生するんです。うん、細胞が分裂をして、で、弱ってる毛根が元気な毛根に戻ってくるね。で、そうすると太いしっかりした毛が出だして、髪の見た目、肉眼的にはちょっと変化するんです。で、ここで言ってる再生治療っていうのは、ちょっと呼び方の問題があるかもしれませんけど、その成長因子ですよね。毛根の細胞を増やす成長因子を扱った治療のことです。で、うちはジェットメソって言って、通院で来てもらって、その濃度の高い成長因子を頭皮の中に注入していくっていう治療をやってるんですね。で、さっきの毛根の細胞が弱ってて、細胞分裂させるのはその成長因子なんで、それを外側から注入して補ったけども、もっと細胞が分裂してくれるので、お薬だけでもちょっと変化あるんですよね、ミノキシディルね。だけど、そういう治療を加えるともっと良くなる。でもこれ2年目以降で加えてもこうやって良くなる人はいないんで、だからいわゆるスタートダッシュって言ったり、あとこう角度を上げたりとかって言うんですけど、ゴールを変える効果があるんで、だからやっぱ同時に始めた方が良いので、しかも治療開始の最初の方がすごく重要なんですよね。そういう治療になってますね、最初に。はい。ありがとうございます。やっぱり治療の1年間は急速改善期というのも言われているので、かなり大事な時期になってくるので、まあ、治療薬にプラスして、治療の底上げとして再生治療って大事になってくるんですね。そうですね。はい。ありがとうございました。はい、では、湘南 AGA クリニック大阪院では、医師がマイクロスコープで実際にその方のね、頭皮の状態ですね、を確認をして、はい、で、治療法を提案しております。で、薄毛で悩まれている方、お困りの方はぜひね、当院にお越しください。無料でね、カウンセリングを行っているので、ご心配ないです。はい、ありがとうございます。また施術の様子や、症例写真、ビフォーアフター、キャンペーンをインスタで更新しているのと、あと斉藤先生のアメーバブログも、絶賛公開中ですので、また、気になる方は番組の概要欄にリンク貼ってますので、またチェックしてみてくださいね。はい、ありがとうございます。では、次回もですね、薄毛のお話ですね、治療法のお話から、新しい、ね、治療法とかあったらまたね、解説していこうと思いますので、ぜひ、見てみてくださいね。はい。それでは次回まで、さようなら。